ポルシェ918スパイダーはポルシェが製造したコンセプトカーおよびこれを市販化したオープンカー、スーパーカーである。ポルシェカレラ GT の後継にあたり、1969年にデビューしたポルシェ917をモチーフとしている。2010年3月10日、第80回サロンアンテルナショナルドロトで発表され、その後北京モーターショーでも公開された。 走行性能をあらゆる点で高めることを意図した結果に酸化炭素、排出量 70g、km、燃料消費量も3リットル、100km といった超コンパクト車両並みの卓越した燃費性能と0時速 100km3.2 秒以内、最高速度時速 320km、ニュルブルクリンク北コースでのラップタイムが7分を切るという運動性能を両立している。 ポルシェ918グッドウッド2014メインの動力源である RS スパイダー用を改良し最高出力 506PS 9200rpm とした V 型8気筒エンジンをミッドシップに配置。その他にフロント軸に2個トリア軸用トランスミッションに1個、合計3個、合計 220PS の電気モーターを装備している。 エンジンとリアモーターは7速のポルシェ独自のデュアルクラッチトランスミッション PDK を介してリアホイールを駆動しフロントモーター2個は変速非固定でフロントホイールを駆動するプラグインハイブリッドシステムである電池は射出後方に液霊リチウムン二次電池を搭載している走行モードは4つあるカーボン繊維強化プラスチック製モノコックその他の部分も。 アルミニウムやマグネシウムを多用し軽量化されている。ボディ、車種の基本は、ポルシェカレラ GT を踏襲しており、販売目標台数に達しなかった、カレラ GT の余剰パーツがうまく再利用された。4.6リッター V 型8気筒エンジンは 612PS、システム合計の出力は 887PS。918RSR2011 年1月10日。 北米国際オートショーで発表されたモータースポーツ用バージョン。ゼッケン22は1971年のルマン24時間レースで優勝したポルシェ 917K に由来する。エンジンは直噴火するなど改良を受け 563PS1300RPM。プラグインハイブリッドは廃止したもののフロントに2機モーターを廃止している。 エンジン出力に余裕がある時や減速時にモーターからフライホイールジェネレーターにエネルギーが蓄えられる運動エネルギー回生システムにより改正エネルギーが最大限フライホイールに蓄えられた場合モーターは8秒間連続 204PS 出力可能エンジンとモーターの合計出力は 767PS2011 年5月13日 ポルシェは918スパイダーの市販化及び受注開始を発表。価格は68万4800ユーロ。全世界で918台の限定生産で、生産は2013年9月18日から開始する予定とされた。バイザッハパッケージと呼ばれるオプションでは 36kg 軽量化がなされている。2015年には918台すべてがラインオフされた。 ありがとうございます。